平井博明です。今回はですね、スチールシャフトとカーボンシャフトの違いについてやっていきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。スチールとカーボン何が違うのというとですね、まずは反応の違い。どう違うかというと、カーボンは反応がめちゃくちゃ早いです。ピンってなったらピュンっていくイメージ。でもスチールはピュンピュンっていうイメージです。ワンテンポ遅いって言ったらいいんですかね。反応がとにかく早いか遅いかです。でそれの見極めじゃないんですけど、どう違うかやってみる方法ないとかですね、そういう時は手を叩く。どう手を叩くかというと、こうグリップをちょっとこう平らなところに置いて、ビヨーンってやるとこうビヨ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 ンってなりますよね。その時にこことここの往復してる間のちょうどクラブが真ん中になった時に、それをイメージしてみてください。ビョン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 ってなってるのと、ビョン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 ってなってるので、速いと手どこで叩いていいか分かんない。それがカーボンだと打ちづらいんですよ。要は反応が速いんで、スイングテンポが速い、もしくはパワーがあってもうインパクトまでの時間がすごい速いなっていう人なんかは、カーボンシャフトなんかの反応は合います。それでもやっぱりカーボンの反応が嫌で、スチールで反応を速くしたい場合は、スチールを硬くする X とかですね、 WX とかにして、要はカーボンに近い反応をスチールで作るようなやり方もあります。なので本当に自分のスイングテンポをわからないと、シャフト選びっていうのは終わりがないんです。ちゃんと自分のヘッドスピード、パワー、飛距離、いろいろ他にもありますけども、スイングテンポもそうですよね。そこが分かってないとクラブ選びには結びつかないので、クラブ買いに行きました、あこれかっこいいな、買ってみようって言って会うことが本当に奇跡に近いです。自分を知らないとクラブ選びはちゃんとしたクラブが選べないので、フィッターだったりショップのクラブ詳しい方なんかに聞いてみて、クラブを選んだ方がいいです。シャフト選びなんですけども、今スチールシャフトでちょっと楽をしたくてカーボンに変えたいなという方なんかには、絶対頭の片隅に入れといてもらいたいんですが、スチールで S 使ってる場合はカーボンだったら R 相当が同じ硬さになります。カーボンの方が硬いんですね、素材が。なのでスチールで S で同じ硬さにしたいなという場合は、カーボンのR を選んでください。そうするとタイミング的には近いなという感じになります。スチールで S 使ってて、カーボンにした時に同じ S だとめちゃくちゃ反応が速くてですね、硬く感じたりする場合があります。それは硬さだけで言ったら同じ硬さに近いかもしれないんですが、単純に重量を落とすだけの場合は、もちろん同じ硬さでも軽くなれば硬くなりますよね。軽型になりますので、クラブのスペックを落とすであれば、重さなりフレックスを今よりもワンランク下を買った方がいいと思います。なのでその辺の違いが分かってくると、クラブ選びにすごく役立つと思いますので、参考にしてみてください。あとはですね、スイングも一緒なんですが、何のためにカーボンシャフト、スチールシャフトを変えるかっていうことですよね。もちろんその今のクラブに飽きちゃったんで変えるでもいいですが、必ずそのクラブを買うにあたってお金が発生しますよね、買うものを買うときに。なので失敗してもらいたくないので、できれば最適なクラブに巡り合った方がいいです。そのクラブの特徴だったり、今のクラブとどう変わってどういうメリットがあるのかデメリットがあるのか、そのクラブにですね、それを知って買うということが、まあクラブ選びのポイントですかね。意外と今までできてたことが新しいクラブにしてできなくなってしまったとかって結構聞きますので、必ず試打をするなり、誰か知り合いにその同じクラブ、気になるクラブが使っている方がいらっしゃったら、何球か打たせてもらってですね、試打した方がいいと思います。あとは見た目の問題ですけども、かっこよさとかですかね、そういうのは昔はやっぱりスチールシャフトの方が男前的な部分はありましたが、今軽量スチールとかですね、カーボンでもしっかりして重いカーボンとか出てきてるんで、本当に好みですね。デザイン的にカラーバリエーションが多いのはもちろんカーボンシャフト、銀色とかですね、シンプルがいいよとかですね、いう方でしたらスチールシャフトの方がいいと思いますが、スチールシャフトでも今デザインチューニングとかですね、あとは黒マットブラックとかですね、いろいろスチールなんかでもカラーリングされたスチールなんかも出てますので、それなんかも探してみると面白いかもしれないですね。なんでクラブ選びも楽しみの一つとして考えていただいた方がいいです。ドライバーのシャフトだったりヘッドもそうですけども、
たくさん種類がありますので、できれば買うまでに時間があるんでしたら、いろんなクラブを試打していただいて、いろんなシャフトを打っていただいた方がいいです。で、クラブの8割ぐらいシャフトで決まりますので、いろんなシャフトを打っていただいて比べていただいた方がいいと思います。ちょっとしたポイントとしては、シャフトでそのクラブの印象って変わるので、試打した時に曲がってもいいんで、なるべく芯に当たる回数の多いシャフトの方がいいです。芯に当たらないっていうのは、そもそもインパクトのタイミングに戻ってきてないので、その方に合ってない可能性の方が高いです。芯に当たってもある程度曲がってるっていうのは、インパクトのタイミングが合ってますので、できれば芯に当たる回数の多いクラブの方がいいですね。あとはそのスチールカーボンでスイングの違いですけども、リストターンによるんですけども、左手の甲が下を向いてこうやってねじってこうやって打つ場合は、反応の遅いシャフトの方がいいです。カーボンでも柔らかかったり、スチールシャフトみたいに反応が遅いクラブの方が向いてるかなというような感じです。逆に左手の甲が上を向く、リリース主体で打つスイングの方なんかは、カーボンシャフトを使った方が反応の速いシャフトですよね。スチールシャフトでも X とか固めのシャフト、とにかく反応の速いシャフトなんかの方がタイミングは取りやすいかなというような、ちょっとしたアドバイスになったらなっていうぐらいですけども、手首の使い方、クラブのこのインパクトの使い方ですよね、これがクラブの反応が速い遅いでだいぶ変わってきますので、ちょっと参考にしていただけたらと思います。なかなかクラブカーボンシャフトとスチールシャフトについてお話しさせていただきましたが、引き続きはチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今回の動画以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。